マーガレット・オブ・ヨーク。マーガレット・オブ・ヨークは、マーガレット・オブ・ヨーク。1446年5月3日から1503年11月23日は、ヨーク公リチャードとセシリー・ネビルの娘で、イングランド王エドワード4世の妹、リチャード3世の姉。ブルゴーニュ校、シャルル、と市進の3番目の日であり、結婚してからは、マーガレット・オブ・バーガンディ、マルグリット・ド・ブルゴーニュ、 として知られる。イングランド王国、ノーサンプトンシャーのフォダリンゲー城で、ヨーク公リチャードとセシリー・ネビルの第七子として誕生。1455年5月、マーガレットが9歳の時、東ヨーク公リチャードが、ランカスターさんのイングランド王ヘンリー六世に反乱を起こし、バラ戦争が勃発する。1460年に父は戦死し、1461年に、 アニ・エドワード四世が王座についた。一連の内乱において、ブルゴーニュ公、フィリップ、全領公はヨーク派を支持していた。一方、フランス王国の国王類十一世はランカスター派を支持していた。フィリップ全領公は1467年に逝去し、皇位は着ン・シャルルが継承した。1468年にランカスター派が降伏し、バラ戦争における 第一次内乱は収束した。こうした中、イングランド王国とブルゴーニュ公国は、フランス王国に対峙するため、政治、軍事における同盟関係を必要とした。また、イングランド、羊毛の生産とブルゴーニュ、毛織物産業には、商品経済関係が成立していた。しかし、15世紀を通じ、イングランド王とブルゴーニュ公は1462年から65年を、ピクニー、 経済的対立を深めていた。そこで、国際的な商人共同体も、両国の婚姻に基づく、結びつきの強化を支持した。一方、フランス王家、バロア家側にも、フィリップ全領公が死に行四1467年頃、ゴロ、ウォリック博、リチャード・ネビルに仲介させて、ルイ11世とヨーク公リチャードを、ルーアンで引き合わせる計画があった。この対面では、 ブルゴーニュ公領の分割と、マーガレットとブレス博、フィリッポ、コサボイアコを縁組させることが話し合われる予定だった。フィリッポの妹シャルロットは、ルイ十一戦費であり、サボイア家を通じ、イングランドのヨーク家とフランスのバルア家をつなぐ縁談であった。しかし、フランス側の格索に先立つ1465年、シャルルト進行の前妻、イザベルの成長後、 シャルルはすでにロンドンに使者を送っており、エドワード四世は、ボリック博を介して、シャルルとガレット、そして、シャルルの一人娘マリーと、王帝クラレンスコー・ジョージとの二重結婚を提案した。1467年にシャルルとマーガレットの結婚が決まり、これと同時に持参金や交易についても取り決めが行われた。1468年6月18日、 マーガレットは、ブルゴーニュ公、シャルル、都市新港との結婚のため、ロンドンを経った。6月25日に、ヨーロッパ大陸側で、ラント伯領のスロイスに到着し、ここで、シャルルの代理人と婚約式を取り行った。7月3日、ダンメ、フッツ、ダムで、ソールズベリー司教の手により、シャルル都市新港と結婚式を取り行った。そして、同日、 6キロメートル南西にあるブルフヘ、フッツ、ブルージュへの入試式を行った。入試式は壮麗なもので、シャルルをキリストに、マーガレットをキリストの花嫁に例えた数々の出し物、パジェントが催された。さらに、市民、聖職者、そして商人が行進した。この様子は、世紀の結婚、ザ・マリジ・オブ・ザ・センチュリーと呼ばれた。また、二人の婚姻に際し、 シャルル都市進行からは、金曜盲勲章を、エドワード4世からは、ガーター勲章をそれぞれ贈呈し合った。シャルルは、リエージュ死教領を支柱に収めるための戦いの下中に、あり、結婚の一ヶ月後には、ブルッセルを経て、ペロンヌへ向かった。マーガレットとの結婚、すなわち、イングランドとの同盟と、への対処は、好位継承したばかりのシャルルにとり、重要な課題であった。 マーガレットとシャルルには子供がなかったが、マーガレットはすでに亡くなっていた戦災、イザベル・ド・ブルボンの所生である、マリー、当時十一歳の良き母として勤め、マリーもまた義母マーガレットを慕った。イングランドで新たに英語での印刷、出版技術を導入したウィリアム・キャックストンはヨークハシ社であり、マーガレットは彼のパトロンの一人だった。 キャクストンは、マーガレットの結婚式以来、マーガレットに仕える財政顧問として、ブルゴーニュとイングランドを媒介し、政治家と商人の間で助言を行っていた。そして、翻訳及び印刷、出版という新技術によるビジネスにも取り組んだ。彼の最初の英語での印刷物である、フッツ、ラクイデスイーストワーデトロイ、A、リクエル・オブ・ザ・ヒストリーズ・オブ・トロイは、 もともとはネーデルランドにおいて、ブルゴーニュ公がヘラクレスの子孫と信じられていた背景もあり、人気を集めていた書き物であった。キャクストンはこれを1474年末から1475年初頭頃に英訳を新たなメディアとして出版した。キャクストンは翌1476年以降、イングランドに帰国し、騎士道文化及び文学作品の印刷、普及に、 多大な影響を与えた。キャクストンがマーガレットに献上するために特別に作ったホリバンによる複製が今も残されており、カリフォルニアのハンティントン図書館に保管されている。マーガレットによって注文された多くの素晴らしい原稿のうち最高のものはシモン・マルミオンに想定を飾られたトンダルのビジョンとされ、副写が J ポール・ゲティ美術館で公開された。 1474年、オット・シャルルは、フランス王国に対し、ブルゴーニュ戦争を起こす。さらに1475年夏には、兄エドワード4世がフランスに侵攻し、7月6日に、マーガレットも華麗で兄を出迎えた。しかし8月29日に、ピキニーで、会談が行われ、イングランドとフランスはを締結し、7年間の休戦と、 イングランド王のフランス王位継承権法棄が取り決められた。1477年1月5日に、夫シャルルが戦死する。フランス王ルイ11世は、ブルゴーニュ皇領及び、ブルゴーニュ白領、フランシュコンテに侵攻した。さらに、ヘント氏に対し、同志からマーガレットを追放するよう強要したが、ヘント市民は強く反対した。 フランスからの圧力や工作を受けて、フランデレンの各都市は後継者であるマリー女行に対し反乱を起こした。内ヘントは特に強硬で、マリーの中心である及びランバークール博を処しただけで、なく、マーガレットとマリーを引き離した。3月11日、各都市はマリーに大特許状を認めさせた。マリーは極秘裏に婚約者であるハプスブルク家のマクシミリアン。 後とミローマ皇帝に婚約の履行を求める手紙を送った。混乱の中でマリーの夫エラビーが再行され、マーガレットの強い支持もあり、議会はマクシミリアンを選出した。マリーはマクシミリアンの代理人と代理結婚式を挙げ、ネーデルランドの市民もこれを歓迎したが、マーガレットはこれに安堵することなく、一日も早いマクシミリアンの出立を督促し、 5月21日にマクシミリアンはウィーンを出発した。途上、マーガレットは家臣のに十0万グルテンを託し、マクシミリアンに届けた。8月10日、マクシミリアンはヘントに到着した。プリンゼンホフでマリーはマーガレットと共にマクシミリアンを出迎えた。マーガレットは円満な夫婦となった二人の結婚をことのほか喜んだ。マクシミリアンは 当初マリーとラテン語で交流していたが、たちまちに複数の言語を習得した。うち英語はマーガレットが教えたことによる。1478年7月22日にマリーが着難フィリップ、ビコを産むと、フランス側は誕生したのは女子であるとルフするが、マーガレットは裸のフィリップを人々に見せて流言の収束を図った。 1480年1月10日に生まれた、マルグリット、フッツ、マルグリット、ドク、マルガレーテは、マーガレットにちなんで命名された。フランスとの動乱及び、国内の反乱が一息ついた1482年、マリーが乗馬の事故により25歳で逝去した。1483年4月9日、兄エドワード4世が放御する。である、エドワード5世が、 大冠式を挙げる前に王の叔父、マーガレットの弟である、グロスター公、リチャード、あと、リチャード三世に王を散脱された。リチャード三世に対する反乱から、バラ戦争の第三次内乱が勃発した。リチャード三世は、1484年に王妃と王太子を相次いで亡くし、1485年8月22日に、ボズワーズの戦いで、 リッチモンド博ヘンリー・チューダー、ヘンリー7世として即位に敗れ、戦死する。こうして、チューダー長が怒った。するとマーガレットはヨーク派、ヨーキストとして、ヘンリー7世の王位を奪おうとするすべての者の,のような家臣だけでなく、ランバート・シムネルといった戦勝者も含まれるの支援者になった。ウォーベックは明らかにヨーク公、リチャード、エドワード4世の息子で、 エドワード5世の弟ではなかったが、マーガレットは彼を自分の老いであると公認した。その結果、ヘンリー7世には、ハプスブルク家及びブルゴーニュへ接近する必要性が生じ、これが、スペイン王女カタリナとアーサー・チューダーの婚姻の背景となった詳細は、キャサリオブ・アラゴン政略結婚の背景を参照。カタリナは1501年にアーサー王太子に貸し、 翌年種別した後、1509年に、ヘンリー・パスイと再婚した。1500年、フィリップ・ビコーとその日、クアナ、ゴスペイン上に、着男・カール、フッツ、シャルル、西、カルロスが誕生すると、スペイン王大使、アストリアス皇、クアンの未亡人とな、帰国したばかりのマルグリッドと、共に、洗礼式に参列した。二人は、 マクシミリアンの名を付けたがったが、結局は、シャルルト信仰にちなんだ命名となった。マーガレットは、1503年、メヘレン、現在のベルギー、アントウェルペン州で制挙した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。